こんばんは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE のお友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。ではですね、今日はやっぱり〇〇な男性がモテるというお話をさせていただきたいと思います。ね、何度も言ってますけれども、女性っていうのは安心とか安全とかを求める生き物なんですよね。だから基本的にはね、男性に頼りたいって思ってる人の方が、もちろんね、女性強い女性もいるけど、頼りたいなって思ってる女性っていうのがすごくたくさんいます。その、気持ちをね、女性の需要を満たしてあげる男性っていうのはやっぱり魅力を感じるんですけれども、一体それはどういった男性かというと、やっぱりね、失敗を恐れない男性っていうのはモテます。例えば、自分に自信がなくてね、告白するのをどうしようかなって迷ってる男性よりも、無理かもしれないけど、とりあえず自分の気持ちを伝えようみたいな感じで伝える。でダメだったとしても、じゃあここからどうやったら好きになってもらえるのかなって言って、失敗を恐れず何度もチャレンジしてくる男性の方が、女性はやっぱり心がね、動かされるんですよね。で本当ね、失敗もないんですよ。失敗ってないから、そんな、ね、みんなこう成功するための過程なんですよね。一発で成功してる人なんてはっきり言っていないんで、なので失敗はないと思って、失敗を恐れずに好きな女性にアプローチしてみていただきたいと思います。ではですね、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ、LINE、そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。ではここまでになります。ありがとうございました。